こんばんは、渡辺健太郎です。 TBS エキサイトナイター、今晩は阪神甲子園球場の阪神巨人の1回戦であります。ちょっと上空に少し薄い黒い雲が張っておりますが、まあお天気は大丈夫でしょう。でも気温が案外冷えておりましたね。このままナイターに入ってまいりますと相当冷え込みそうだなって、ちょっとそんな感じもいたします。今晩の阪神巨人の1回戦は解説稲尾和久さん、実況担当 ABC 植草貞夫アナウンサーの名コンビでお届けしてまいります。先発投手はこれもジャイアンツは予想通り牧原であったんでありますが、片やタイガースの方は、キーオーが右膝を痛めたということで、さあ誰になるのかなとこういう感じで注目しておりましたが、タイガースの方は池田ということになりました。牧原池田の対戦であります。まあ、ジャイアンツにとりましてはキーを攻略というのは、一つの課題でございまして、昨年最も苦手中の総益で太陽の二浦あるいはこの阪神のキーをこれをなんとか攻略しなきゃいけない。東京ドームの開幕のヤクルト戦の時から例えば、近藤昭人ヘッドコーチは、キーをだとね、中畑が去年15の位置で全く打ってないんで、これはやっぱり本人にじっくり話をして中畑の一番をちょっと変えて、例えば駒大一塁岡崎三塁左打者を重点に置くようなオーダーも考えなきゃいけないかななんて話を、しております。ジャイアンツ指導陣としては当然神経を尖らせていたわけでありますが、そのキーオが、しばらく出られないということでありました。今日は牧原池田という対戦になりました。目下8連勝中、阪神戦には絶対の自信を持っております牧原ということでございますので、今日の試合はジャイアンツにとっては相当優勢に試合が戦える、そんな感じにもなるわけでありますが、すでに両チームのスコアボードには両チームのスターティングオーダー並んでおります。ジャイアンツは中畑勝呂、そして、篠塚原クロマティ岡崎駒田中尾牧原と変わりありませんオーダーです。タイガースは、1番がセカンド和田、2番がショートの平田、3番ファーストフィールダー、4番岡田、5番に田尾を上げてまいりました。6番の真弓、そして7番に大野、8番キャッチャー和田、9番ピッチャー池田というタイガースのオーダーでやります。ちょっとお客さんの入りはまだ阪神巨人戦としては少し出足が鈍いんですが、まあ、春先はどうしてもちょっとね、なかなかそう最初から前にならないということもありますが、連勝のジャイアンツ、そして広島に1勝1敗という、このタイガースの対戦ということでやりました。ジャイアンツは原のホームラン、あるいは阪神にやりましては初戦に勝ちましたフィーダーのホームラン、こういった中心バッターの長打一発なんていうのも今日の一つの見どころになるんではないかと、そんな感じもしてまいります。なお、今シーズンから TBS エキサイトナイター、カナダ王室造幣局発行のメイプルリーフコインプレゼントがございます。お楽しみに。今晩の阪神巨人戦はコカ・コーラボトラーズ、ラスキン愛の店、熊平、三共株式会社、共同石油、佐川急便の提供で阪神巨人1回戦、牧原池田両投手の対戦の熱戦を阪神甲子園球場から試合終了までお届けしてまいります。阪神甲子園球場の阪神巨人の1回戦、先発投手はジャイアンツが牧原、阪神が池田、この両投手の対戦であります。TBS 解説おなじみの田淵幸一さんに試合前お話を伺いたいと思いますが、まあ、連勝いたしましたねジャイアンツ。そして阪神戦には、勝率7割5分と非常に相性のいい牧原を今晩立てるわけですから、それはもうね、3連勝もうなんか試合前から音がかかったような気分じゃないですかねジャイアンツは。いや、そういうことばっかりじゃないと思いますよね。やっぱりつけいく隙があると思うんですよ、ですからそこで阪神のバッターがですね、何かバッター立つ位置とか、そのキャッチャー用に構えるとか、そういう工夫をね、牧原がやはり投げにくそうな、やはりバッターボックスの中での位置ですね、こういうことを考えていかないとね、やっぱり6球団ではね、1、2のピッチャーですからね、そういう工夫がやっぱり阪神のバッターにはちょっと今日必要ですよね。そうでしょうね。ですから60年から8連敗っていうのはね、ちょっと嫌ですよね、そろそろこれ流れを変えなきゃいけませんから、まあ、したがってそれはね、シーズンの間もですね、牧原を攻略するためにはどうしたらいいかっていうのは指導陣から選手に至るまで、当然考えてきてる、そうですね、期待がずっと半年間あったようなもんですよね、ですから一人一人がですね、まあ、トップだった和田がどう1球でも2球でも多く掘らせると、それで塁に出てクリーンアップに、得点してもらうというね、一人一人がその思ってた通りの野球をやればね、こんな簡単に僕はね、抑えられることないと思うんですよね。まあ、そういう意味で牧原対阪神打線というのは今日の一つの大きな見どころであります、今日というか、今年に、ね、かかってきますからね、なるほど、そうですね、今日スイスイ牧原に流させたらまた今年ずっとね、半年間嫌だ嫌だと思わないからな阪神はね。そうですね、去年も4勝0敗とね、牧原が一番いいわけですからね、したがって、開幕戦連勝で好調の波に乗りかかってるその巨人に阪神がどう頑張るかというところが一つの見どころでありますが、ちょっとお話変わりますけどね、
はい、あの明治大学の監督を長年お務めになった島岡喜三さんお亡くなりになりましたね。77歳でいらっしゃったんで本当にご冥福をお祈りしたいんですが、あの両軍にもそれぞれ明治 OB いましたね、はい、ジャイアンツには香取福興、あるいはタイガースのには平田のね、香取選手がね試合前オープン戦でね、まずいピッチングして早々とノックアウトされたら、はい、試合終了までブルペンで投げろと言われて、うん、その試合中1000球投げたことが、あ、厳しい監督さんだと思ったけどもね、大学3年の総名戦で、はい、勝った時には神宮球場のロッカールームでね、島岡監督が涙を流してみんなありがとうとこう言ってくれた時には、ね、うん、本当にこの監督のために頑張りたいと、あ、まあ、そう思ったらいろんな話をして、うん、ね、涙を流してましたよ。まあ、私もライバルチームで、ね、法政だったんですけどね、私も思い出ありますよ、はい、よくこれは楽しい、お前あんまり打つんじゃないのとかねものすごく気持ちがね、相手の選手に分かってくれる監督さんといいますかね、そうですね、もう怒る時は怒る、優しい時は優しいというね、はい、私も覚えてございましたね、昭和21年戦後最初のね中学野球の東京豊戦、その時にね明治と当たったんです、明治中学と。あ、そうですか。で我々8対7で勝ったんですけどね、はい、もつれたらね試合の後半向こうの監督さんが当たれ当たれってすごい監督さんいるな、それが島岡さんだったんですよ。それが今の中日野球なんですね。なるほどね、疲れって言いますね、島岡野球はね、ずっとこの後も継承者があるわけでありますけど ね、はい、そういうのはちょっと思い出話もさせていただいたわけでございますけども、はい、今晩の阪神巨人戦注目してまいりたいと思います。田口さん、ありがとうございました。現在グラウンドは両チームの守備練習も全部終わりました。それぞれのブルペンで先発投手牧原とそして池田と両投手が最後のウォーミングアップを行っているところであります。かつて、ヤクルトに連勝いたしましたジャイアンツがこのまま、今日もまた苦手企業がいないということで勢いに乗るかどうか注目したいと思います。お知らせをどうぞ。阪神甲子園球場の阪神巨人の今シーズンの最初の顔合わせ1回戦、先発投手牧原池田両投手であります。各球場次々とこのプロ野球ネットワーク恒例で、プレーボール直前情報を伺ってまいりたいと思います。それではパリーグから参りましょう。大阪球場近鉄大英1回戦、 ABC 伊藤アナウンサーに伺いたいと思います。今日は大英が三塁側のダグアウトに入るというね、こういう近鉄大英の、1回戦大阪球場6時プレーボールも始まっております。伊藤さんどうぞ。はい、大阪球場、今渡辺さんからありましたように大阪球場にホークスのメンバーが入るとですね、グランドキーパーとか球団の、球場の職員の方とみんな全員が握手をしましてね、あ、なんかちょっと不思議な雰囲気で試合が始まってますね、はい。1回の表今ホークスがチャンスを掴んでいます。ワンアウトランナー2塁でバッターボックスで当たっているバナザード、うん、ピッチャーはホークスが西川、そしてバファローズは小野です、はい。まあ、バファローズは阿波野で初戦落としましたんでね、小野でなんとか勝たなければいけないというところですね、うん。それからホークスは去年6勝のうち5勝をバファローズからもらったという西川だけに、はい、今日はホークスが小野をいかに打つか、それからバファローズがなんとか西川を下さなければ打ち崩さなければという試合になりますね、うんうん。それからあの外野席を見ますとね、ホークスが今レフト側にファンが陣取ってるんですが、ライブエメラルドグリーンの大英ホークスのカラーと南海ホークスのモスグリーンのカラーと2つのメガホンが揺れてましてねまだ混在してますか、はい、本当に不思議な感じですね。そうです。今バラナードが三振で2アウト、バッターボックスにアップショーが向かっていくところです。ありがとうございました。大阪球場から ABC 伊藤アナウンサーでやりました。ちょうどあれですね、近鉄大英の1回戦ということでやりまして、まあ、あの苦手の西川とこの甲子園は苦手の牧原と、まあ、最初の顔合わせでそれぞれ相手のチームはどういう具合に打つかというような課題が、それぞれ早くも出てくるような感じもありますね。パシックリーグに参りましょう。続いてはですね、西武ライオンズ球場は西武日本ハム1回戦でやります。まあ、日本ハムの近藤監督もね、連勝した後この次は西武だからっていうことを東京ドームの盛んにおっしゃっておられたわけでありますが、 TBS 中村アナウンサーどうぞ。はい、ゲームは6時に始まって1回表日本ハムが0点、1回裏西武先頭バッターの平野がスリーベースを打ってノーアウト3塁のチャンスになってます、ね。でですね、はい、先発が松浦と渡辺久信なんですが、はい、なんといっても今日ね注目を集めたのは当然、日本ハムの近藤監督でしてね、3時過ぎに球場に入ってきますと2時間にわたってずっと昨日の退場劇の話をしてるんですよ。あ、そうですね、でね、昨日怒鳴りすぎちゃって声が枯れてるんですけどね、はい、今朝起きて新聞を見たらね、スポーツ紙全部一面に出てたんで、はい、あ、そうだ、昨日は1試合しかなかったんだと思ってね、昨日ちょっと抑えとけよかったなってね、恥ずかしくなってたんですね。いや、1試合だけだったんで、あえてやったんじゃないですね。それも聞いたらね、そういうことはないと否定してましたよね。そうですか。ただあの罰金3万円という処分が出たんですけれども、処分についてはね、はい、審判の言い分だけ聞くっていうのはね、ちょっと一方通行でおかしいんじゃないかと。まだね、怒りが冷めやらない表情でしたよ。そうですか。はい、この西武戦についてはですね、大英戦で使いたかった2人のピッチャー温存してきたんで、何としても勝ち越すんだと言ってました、はい。
果たして、立ち上がりの西武のチャンスどういう具合に生かすことができますか、西武日本ハム戦 TBS 中村アナウンサーでやりました、川崎球場に参りたいと思います。ロッテオリックス戦でやりますね、共に開幕戦は日曜になりまして、村田で西武を破り佐藤で、近鉄を破りということで共に1勝を挙げているこの両チームの対戦でやります。 TBS の椎名アナウンサーどうぞ。はい、こんばんは。川崎たった今小川投手が第1球を投げてゲームが始まりました、はい、ロッテがその小川それからオリックスの方は星野という両先発の発表でね、川崎は今左中間にすごく強い風が吹いてましてね、地元の愛好選手、いやこれは雨風ですよという予言通り、今上空をねこの10分ぐらいの間にいっぺんに真っ黒い雲が覆いましてね、非常に危ない天候という感じになってきました。そうですか、はい、今渡辺さんおっしゃったように共に開幕はエースが完封してという非常にいい走りだったわけですけどもね、はい、その辺上田監督に水を向けました。いやまだですと言いましてね、まあ阿波のオープン戦の時から調子が悪いというデータも入ってたし、まあ去年怪我人がいっぱいいたことを思えばね、あのぐらいのゲームができてもまあそこそこだと思いますと言いましてね、やっぱりどこも今年は混戦なんで4月しっかり行きたいですと、本当によほど去年の開幕のダッシュが応えたようで、やっぱり今年にかける一つ意気込みを感じたような気がしましたね。そうですか、はい、はい、ロッテの方はそれからね、横田選手がちょっと西武戦で痛めた右の足首、テーピングをしまして、スタメンから今日は外れました。あ、高澤選手は大丈夫ですか。高澤選手は4番のセンターでスタートしています。あ、大丈夫ですか、はい、はい、ありがとうございました。川崎球場から TBS のアナウンサーでやりました、神宮球場に参りましょう。ヤクルト中日戦でありますね、連敗と1敗とこの両チームの対戦ということになります。はい、TBS 山田二郎アナウンサーどうぞ。はい、こんばんは。はい、ね、先発投手がね、先に発表にならないんですよ、神宮は。おろ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 。今中日が小松というのがやっとね、スタメンで最後出てきました、分かったんですが、でところで今日は島岡さんが亡くなったということでね、はい、星野監督が談話を求められて、はい、思い出って言われたってもういっぱいありすぎて何話していいかわからない。そうでしょうね、ただ去年優勝の報告にね、行った時に、病状に触るから、ちょっと遠慮してくれと言われて、ちょっと報告ができなかったのが、ね、非常に心残りだと言ってますね。あ、そうですか。それから広沢選手もね、もし僕が明治大学に入ってなかったら、今プロ野球の選手としてはおそらくなかったでしょうと、島岡さんには僕はずっと怒られ役でね、怒られたっていう記憶しかないけど、やっぱりそれが僕の成長につながってますと、それぞれのコメントを今日は話してくれましたけどね。そうですか、はい、うん、まあ、しかし、これから島岡さんのためにもね、頑張っていかなきゃいかんと、これは両方とも言ってましたね。はい、はい、はい、ということで、中日は小松ですね。はい、そうです、はい、神宮球場から山田二郎アナウンサーでやりました。それでは最後に残りましたのは横浜スタジアムの太陽広島戦でやりますね。 TBS 新村アナウンサーどうぞ。はい、横浜です。3時ごろ青空に広がって日が差したんですがね、またちょっと黒い雲がバーッと一遍に覆ってきましたね、はい、今日はなんかね大体不安定なお天気だったような方がちょっとありましたね、はい、今オープニングセレモニーが終わったところで先発は新浦と川口、これも予想通りですね、はい、渡辺さん、この球場はなんといっても指定対決ということが話題になってるわけなんですよね。小山本浩二ね。そうなんですよ、で小葉監督はね、エリオットのニコニコ笑いながら、いやそれは報道陣の皆さんが騒ぐだけですよって最後にニヤニヤと笑うんですね、はい、だから一方の山本監督の方はね、報道陣からもう小葉さんに関しては采配が分かっていて手の内知り尽くしてるからどうですかって言われますとね、いやそんなことはもう全く関係ありません、とにかくうちはうちの野球をやるだけですということで、ちょっと目つきがこう鋭くなりましたね、監督になってから。そうですか、ですからね、そういう表情を見てますとね、私なりに判断するとやはり百戦錬磨対一年生監督の表情が顔に出ているなと山本監督の方が一応やってやるぞという感じが伺えました、ね、なるほどね、ところで山本監督はね、第一戦を落としたのは非常に悔やんでます、はい、そうでしょうね、しかし大引いたが引かなくてね、2戦目を勝ったので良かったというふうに言ってますね、はい、はい、ありがとうございました。 TBS の新村アナウンサーに伝えてもらいました横浜スタジアムの太陽広島戦であります、さあそれでは、おなじみのスポニチ今日の記録今日のメモでやりますが、先ほど来牧原投手のタイガースキラーぶりを申し上げているわけでありますが、通算で12勝4敗、カード別の最高勝率の7割5分ということでやりまして、やはりこの大変な勝率でやりますよね。目下8連勝中、去年も4勝0敗完封1と、こういう素晴らしいピッチング、大体この甲子園球場と牧原にとりました大変思い出の球場でございましたね、初登板初勝利初完封、この阪神戦延長10回1対0で勝ったというのデビューを飾った球場でもあるわけでありますね。ところで藤田監督は大変スタートラッシュが好調な監督でございましたね。この前56年57年58年この3年間監督やりになった時には56年が開幕から4年
57点が開幕から3連勝、58点が開幕から5連勝と、こういう具合に非常に非常に滑り出しをしているという監督さんでありまして、今年もですねヤクルトに連勝して、今日も勝てばこの3連勝ということで、これは注目されるわけでありますが、阪神と巨人の、開幕戦1回戦の成績ということになりますと、最近10年間ではタイガースが5勝4敗1引き分けと1つリードを奪っているんですが、ごく最近の3年間61年、62年、63年この3年間は最近ジャイアンツが3連勝しておりますね、通算の成績も最近3年間はジャイアンツが勝ち越しているとこういうことになるわけでありますが、ただ去年はねこの甲子園球場ではタイガースの方が7勝6敗と1つ上回っております、去年は、苦労して1つしか勝ち越せなかったジャイアンツですが、どうなりますか、最後までお楽しみください。